自民党総裁選をめぐり自民党で唯一残っている麻生派がきょう横浜市で研修会を開き会長の麻生副総裁は麻生派に所属する河野デジタル大臣を支持することを原則とする一方他の候補の支援も容認する考えを示しました河野大臣が所属する麻生派の研修会で会長の麻生副総裁は

また政治とカネの問題をめぐり石破元幹事長はルールを守る自民党が大前提だと述べたほか小林前経済安保大臣は講演で今国会で成立した政治資金規正法の改正はまだ道半ばだと述べましたさらに立候補を目指す高市経済安保大臣は今夜支援を受ける議員らと会合を行ったほか 上川外務大臣は推薦人集めを続けています。今週から来週にかけて、小泉元環境大臣、林官房長官、茂木幹事長が出馬を表明する見通しです。一方、同じく9月に行われる立憲民主党の代表選に向けて、枝野前代表は挨拶回りを行いました。 また、泉代表は西村代表代行大阪代表代行らと意見交換を行ったほか野田元総理は週内にも出馬表明する方向で調整を続けています。